高須池は埼玉県沙手市大技高須賀及び大技松井市に所在する池である。池の周囲は自然のままの場所と土崩れ防止の護岸がなされている地点とが存在する。池の形状は洪水喉に変化しているが1961年頃にはほぼ現在の姿となっていることが確認できる。池の周囲は公園として整備されていることもあり、 ほぼ水面に近づくことが可能であるが、場所により立ち入り制限がなされている。所在地周辺は、北側は主に水田などの農地、堤防を挟み、中側が流下している。東側及び西側は、集落となっており、南側は水田などの農地となっている。池の南部では2条の水路と接続しており、西部にて1条の水路と接続している。今日では、池の周囲は、 約650メートルとなっているが、明治期の記録である、武蔵国軍村市には、東西50軒、南北2町30軒、周囲6町40軒とあり、高須賀村の西方に位置すると記されている。池は1786年に発生した浅間川の波堤で生じたおしぼりである。河川の氾濫の原因としては1783年に発生した浅間山の噴火により、 と根川筋に、粉石物が堆積し、川床が高くなったことに起因する。高須がいは低地に所在する正面積の地層には、珍しく、水深が10メートル近くある。そのため火器は、水面近くと低層で、水温差が大きくなり、酸素量に著しい違いを生じさせる。そのため特徴的な生態系が見られ、研究対象となり、昭和初期に、 故障学者の注目を集めた。この小さな池はおそらく日本の池の中で最もよく海外の学者に知られている湖であると故障大社の調査を施した菅原県は述べている。しかし、1947年9月16日に発生したカスリーン台風による水害により、濁流による土砂が高須ヶ池に流入し、池の形状が大きく変化した。 水害前は南北に長かった池の南側は土砂により埋まり、池の北側は濁流にえぐられ地底の形状が変化した。この際発生した北西側の池は水深約10メートルを有している。これは再びおしぼりを形成したこととなり、池の形状が変化した後も故障としての価値が高く、自然環境保全法に基づき環境庁の調査対象天然沼となっている。 埼玉県内では、芝山沼、伊佐沼、別所沼と合わせ指定されており、5年ごとに調査が行われている。このような高菅池も今日では、池の周囲は高菅町公園として整備されており、2005年4月1日に開園している。高菅町以外にも古くには、佐幌市内におしぼりなどの地匠が存在していた。 池の周囲が公園として開発される以前は、ヨシやマコモなどの失生植物が植生しており、池の東側にエノキムクノキシラカシクサギクワをはじめと、する30種類を超える樹種の帯状の樹林が広がっていた。埼玉レッドデータブックには、中川定地、カゾ定地において、希少種に数えられているカヤネズミや、クロスジオウンカなどが確認されている。このか、鳥類として、 カイツブリカワウ、魚類として、大陸バラトナゴオクチバスコクチバス、コイ、ヘラブナマブナナマズブルーギルカムルチーモツゴ、貝類としてイシガイ、トンボ類として、黒糸ト,トンボ細身をつねトンボ大青とトンボ、ハグロトンボなど14種が確認されており、池の周囲ではシラコバとも確認されていた。東側の樹林帯では、鳥類として、黒アゲハゴマダラチョウ、キマダラセセリ、ハエ類として、 黒目まとい三山金馬へ金岩に加えムカデヤスデ類として、ムカデ類が多く、エリジロベニジムカでヒロズジムカでゴシチナガズジムカで打ちかけヤスデをはじめ去ってしないで確認されている。種の7割、夜間には、ガルイとして、カギバーをシャクウンンスズメセダカシャチホコなどが見られた。ムカデ類のジムカデが多く見られる理由として、生息地が微光地となっており水没することが少ない、ためと見られている。 客中参考資料、ありがとうございます。